もうほんといい加減にしてください。なんで僕が今こんな化け物みたいな顔面で顔面に映ってるかと言いますと、ほんと1個前の動画を見てから喋ってくださいね。よくもこの俺に向かって化け物と言ったね。マイキーの山んな、それが一番やばい。眉毛はこれでいいかな。もうギャンなんでいいと思ったのかな。はい、今日はアイナナあるあるです。ってことでアイナナ3期が今とても盛り上がってるってことでね、あの今期のアニメランキングでさ、なんか恨み町兄さんに続きみたいな感じでさ、アイナナってこんなにアニメも人気なんだっていう感じで結構感銘を受けてるんですけど、僕今回すごいあるあるが多そうなので、ちょっとパッパと行きましょう。パッパとマイキーに会えなかったことを未だに引きずってるので、ちょっとあのテンションが低いのです。アイナナあるある、その1、もはやゼロに興味はない。配給で言うと小さな巨人だよね。もう今頃なんか小さな巨人に活躍する場所はありませんかもしれないみたいなご現象、配給であったじゃないですか。なんかちょっと中途半端じゃないみたいな感じで登場の仕方で終わったみたいなところなくてしまったじゃないでした。まあゼロはそんなことないのかもしれませんけど、まあアイナナにゼロはどうやって関わってくるのかが正直僕はもう想像ができませんわ。誰なのかとか、もう何人組なのかとか、もうええてみたいな。今のメンツでもうええてみたいな。5部からさ出るってなってるじゃないですか。新キャラが出るのか、新キャラが出るんだったら僕本当にね、あのソロのアイドルが出てきてほしいなと思ってるんだよね。でその声優さんはなんと梅原雄一郎です。ちなみに5部では皆さんどういうストーリーになると思いますか。僕は何度も言ってますけど、まあ、泉兄弟がなんと血が繋がっていないことが発覚という予想をしています。これを言うといつも怒られます。適当なことを言わないで。次、アニメリアタイで声優さんがツイートしてくれると嬉しい。なんか声優さんがさリアタイ見てることをツイートするアニメとツイートしないアニメって結構分かれるじゃないですか。アイナナってなんかそれでツイートしてくれる側の方のアニメなんだっていう感じでさ、やっぱ白夢さんも阿部敦さんもよくツイートしてくれますじゃないですの。本当に立花さんとかもあんなにいっぱいアニメやってんのにさ、アイナナのツイートしてくれるだけでも本当にアイナナがどれほど客からもそして声優からも愛されて、それもどれくらい力が入ってるのかっていうのがね。声優さんとかが全くそのアニメをツイートしなかったりするとさ、あ声優、僕たちはこんなアニメ好きなのにさ、声優さんはもしかしたらそんなに力を込めてないというか、そこまで思いやりがないのかもしれないみたいな風に思ってさ、時々悲しい時あるじゃないですか。なんか一つのアニメにさ注力してるとさ、他やって俺みたいな厄介がいるけどさ、なんかこのアニメのことはツイートするのに、このアニメのことはツイートしないんですかみたいな感じでさ、厄介が出てくるじゃないですか、俺みたいに、ね。なんかそう言われるのがめんどくさいから、もう全てのことをツイートしないっていう判断のこともいるかもしれませんし。はい、次、ファントナイトとあとなんかライブでの畑野さんに影響でないか心配。あ、これはちょっとおこがましいですけども、ちょっと僕なんかさ、もうファントナイト言いすぎて、なんかちょっとちょくちょくやっぱりコメント欄ではあるわけですよね。アイナラのさ、ファントナイっていう歌詞のある曲のさ、ミュージックビデオとかでも時々いるわけですよ。あ、みんな大好きファントナイトみたいな感じのコメントがあって、そこの下でさ、あなた何なせたらねみたいな感じのコメントなんか出てきてさ、それを見た畑野さんがね、生で歌うときにさ、ファントナイって歌うときさ、何なせたの方々がそういうウジ虫みたいにこうやってさ、あ、ファントナイトって言ってるみたいな感じでさ、ニヤニヤしてると思ってさ、もしかしてそのファントナイトって言われてることを畑野さんがしてたんだったら、もうすごい歌いづらいそうだなって思って、ごめんねって話です。次、アンスタとヒップマイと比べがち？なんかそこら辺のアプリと一緒にしないでっていうゼート。僕アンスタのミリシリアどうかなって思って、愛を込めてシャンシャン。次、3期のオープニングのヤマトさんどう見ても柔道着ね。これはずっと言ってるよね。あのオープニングを制作してる方何か思わなかったのかな。不自然にこんなにファッショナブルな感じで我々が考えたのにさ、もうここだけ映したらもう柔道着じゃねえかみたいな感じで一回不思議に思わなかったのかね、制作者の方々。なんかもしかしてこれも伏線と思うよ。将来的にヤマトさんもしかしてあの柔道の何かと関係が出てくるみたいなね。柔道のオリンピック選手の役でもやんのかなみたいな感じでね、思われよ。でもね、このザポリシーは絶対僕ねフルで聞いてほしいと言いますかね。この2番 A メロの夜中さんの歌い方がもう本当に優しくて、もう本当に漏らすことも。次、メッツ推しになるのは通話切れ。そこから推し編できる人とできない人。アイナナのさ他のキャラクター、ヤマトさんとかナギとかさ、トリガーとかわかんないかもしれないけどさ、メッツ以下のキャラクターが好きな人は全員もメッツを一回好きになってそこから推し編した人だと思ってるからね。これ怒られるもしかして。そんなことはないかもしれない。てめえよくその顔面でさこんなベラ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 喋るなと思ってるけど、本当に僕ね気が気じゃないからね、正直言うと。てめえ恥さらしがって思ってるかもしれないけど、本当に僕そう思ってます。だからあんまり言わないで集中してるのにも。次、私不目線で見てないからっていちいちつぶやいてくるファンが一番怖いね。これユーリオンアイスも言えるよね。なんかユーリオンアイスとかの時もさ、なんか BL としてさ、なんか楽しんでるのは前提で、なんか私がそれ以上の魅力を感じるってことを外部にアピールするためにね、聞いてもないのに、間の不目線で見てる人が嫌いとか言ってくる人。分かった、そうなのね、了解です。でも一回黙って。次、大阪総合ファン、広岡では届きファン。このキャラクターを推してる人はこのアニメだったらこのキャラクターを推してるなっていうさ発言よく結構してると思うんだけど、結構すべからく外してきてるところがあって、でもこれ結構僕自信あるな。大阪総合ファンは多分広岡では届きファンだと思います。はい、次、綱志龍之介だと思って繋がったら時々えぐめのゲイの人と繋がる。ファントナイトはそんなにゲイの人と好きじゃないんで、それでなんか綱志の相方は大体天でもファントナイトでもなくて、メッツの2人か、あとモブね。なんかその2人に両軸されてる綱志龍之介みたいな感じの、ちょっとえぐいかもしれないって思う時が泣きにしまらずじゃない。次、正直天兄のどんな希望。元のリックになんか拒否された時のあの時の天兄の顔ね。や、僕ね、天兄はもうちょっとあの、あやちゃんとのね、絡みを増やしてほしいと言いますか。なんかアイナのファンはなんかあやちゃんのこと嫌いそうだからな。あやちゃんと天兄が一緒にいる時になんかすごく天兄のいいところが出てるような、僕感じがするんですよね。なんか何かを諦めてる寂しさみたいなものがね、あやちゃんと一緒にいる時がすごく強調されると言います。多分伝わってないと思うんだけど。次、神経のマウントかのように私バンさん好きなんだよね。皆が皆そうとは言いませんけどね。バンさんまで好きになっちゃってる私の観点、ここまであなたたちもついてこれるかなみたいな感じでやめよう。次、夏目みなみ好きな人、リアルでは男性恐怖症気味ね。これちょっと怒られそうだからやめてください。今日ポンポン出てくるけどあんまり不適切な表現が多いな。リアルで夏目みなみみたいなさ人がいたらさ、実際その人からさ男としての魅力感じられる？俺まだ正直ね、そこまで夏目みなみの魅力に気づけてないところがあるかもしれないからね。ちょっともうこれからもっと学んでいきたいと思ってますね。はい、次、アニメってなんかすげえ得点くれん
な。俺もなんかこれ最近なんかこのももくんのやつ買ったんだけどさ、ももくんって本当に単純にビジュアルがいいの。ビジュアルがなんかオタクとしてはこうやってさ、ももくん顔面だけじゃなくてさ、本当に性格とかね、ももくんの頑張りけなげさみたいなものをさ布教するときはさ伝えるのかもしれないけど、僕はもう単純にももくんの顔面がもう優勝なので、これを買った時もなんか本当すごい特典くれんの。イオリンくれましたし、あと柔道着の人もくれましたしね。次、高校生組好きな絵師、お弁当ネタ書きがちね。なんかイスミンがいつもなんか菓子パンみたいなものを食べてるからさ、それを見かねたやこれ優しき玉木くんとか美月に頼むわけですよ。あのイスミンの分のお弁当も作ってあげて、それを見てイスミンくんがすごく感激みたいな、でもツンデレみたいな感じでね、100個は見た。次、アイナナの動画出してる YouTuber、 8割アイナナ好きじゃないね。アイナナ系 YouTuber の方っていうのはちょくちょくいるんですけども、時々あなた本当に好きなのかなって思う YouTuber さんがちょく。次、ジョイサウンド神。ジョイサウンドってすごいアニメ映像つけてくれるよね。ダムでも場所によってはなんかウィッシュボヤージュのアニメ映像出てくるんだけど、アニモタは一回ジョイサウンド行ってみよう。須田健二の乾のキャラソンで僕は道ってくるから好きなんだけど、曲があるんだけど、これねダムじゃ絶対ないんだけど、ジョイサウンドではあるんですね。あと他にもあの下野ひろさんと寺島拓磨さんの一輪歌とかもさ、ジョイサウンドはあるんです。次、怪獣パジャマ届くの遅すぎ。なんか動画でちょっと使えるかなと思って、この怪獣パジャマね、ガオーってやつ、金に物を言わせてね、パーカー全部買い占めて、なんか動画でも撮ろうかなと思ったんだけど、届くのがなんか12月みたいな、すごい手間かけて作るんですね。次、どのキャラも大体二次創作で魅力を保管しがち。まあこれはどのアニメでも言えますね。だから二次創作ってものはすごくね大事と言いますか、ね、推しのキャラクターがさ死んじゃったら悲しいっていう人もいるかもしれないけど、そのキャラクターが死んだらさ、その死んだっていう活躍があるから、なんか後々ね英雄視されるじゃないですか。バジ君でここに名前出してあんまり良くないかもしれないんだけど、そのやっぱり僕がそのアニメで推しのキャラクターに一番なってほしくないのか、もうモブっぽくなっていくことなんだよね。で、僕の好きなキャラクターってね、そうなりがちなんだよね。死ぬこともなく、最初はメインっぽかったのにどんどん活躍の場が少なくなっていって、なんかもうほぼモブじゃねみたいな感じになっていく人がすごく多いの。早期のファイナルとかね、トミマヤちゃんが僕一番好きなんだけど、もうミワちゃんとかすごいヒロインが出てきちゃって、さもうマヤがヒロインだったのに、なんかマヤちゃんがどれくらい活躍するのに期待ですね。はい、次、モモ単体で好きな人友達になってください。はい、これは僕の願いですね。リバーレなしにモモは語れないよねとかさ、あの雪があってのモモだよねっていうみんなは言うかもしれない、ってかそれが正しいかもしれない。でも僕は普通になんかもうモモ単体でもすごく好きなんだよ最近も。本当に僕ねモモの顔面愛がすごいんだけど、あとはキャラクターもそうなんだけどね。モモってさやっぱりなんだろう、キューリバレが好きって言ってもモモを傷つけるかもしれないし、その傷つけられる要素が多すぎるのよモモにはね。そこがもう愛おしいと言いますか、俺なんて代替品かもしれないみたいな感じのコンプレックスは、まあそんなことは言われてないかもしれないけど、まあそういう風に思われる可能性はなきにしもあるじゃないですか。ビジュアルだけで言えばモモが一番好きなんですっていう人はもうぜひ僕と友達になってください。あの DM をください。次、無粋だけど大神バンに傷見せろ。うん、本当に無粋だね、ごめんなさい。バンディさんの傷普通に見たくない。傷ありのバンディさん普通に見たくない。ということで皆さんからいただいたあれをめげていただきます。ヤマトさんの行動に次第目がやまる。カラオケに行った時に歌うか悩む。ねえ、ウィッシュボヤージディスタートポイントパーフェクションギミックぐらいだったら全然大丈夫なんじゃない。トリガー行くとちょっとびっくりするかもしれないけど、鬱じゃなくてメンタル育成なんだよこれ重要。みんなこれ口を揃えて言いますよね。まあメンタル育成なんだよみたいな感じでね。まあ正直マウントを取らせてしまいますと、僕はやっぱり一番好きなアニメがあの早期のパフェなって言ってるぐらいの人間ですからね。アイナーを見てなんか鬱になるとかさ、なんかメンタル育成ゲームだっていうふうに思ったことはそんなにないんだけどね。次第目ダメだより絶対ヤマさんの方がハマって、こういうのはどうなんでしょう。合ってるとかじゃなくて、この振り幅があること、それ自体が白山の魅力でございますよね。声優さんの魅力でございますよね。綺麗事でございますよね。正直ユキさんが首絞められたのいいなって思ったんで、ちょっとわかるかもしれない。なんかちょっとざまというところがなきにしまるじゃないけど、ちょっと傷つけられてる九条天がちょっと若干興奮するっていうところもちょっと繋がってくるんだけどね。ちょっとそっち系のキャラクターがね、ユキさんとかがちょっと傷つけられるのはちょっと見ててよ。ちょっと即落ちにコマ感があって好きと言いますかね。クールキャラクターが一気になんか誰かに襲われて白目向いて倒れるみたいなやつがやっぱり僕大好きですからね。ちょっとそれを連想させてくれるから長い。合宿街が最後の癒し。新規は綱下とユキの読み方わかんない。結構時々いるよね。なんかセンさんって普通に言ってる人時々いるよね。他のアイドルゲーム見下しがち。うん、これアンスタとか好きなんだ。へえ、でも一回アイナナやってみ。メンタル育成されるから。メンタル育成でもう言い過ぎ。アニメーターでヤマト、ツナシ、ヤオトメ、ユキが売れ残ってるのをよく見かける。え、そうかな。ユキが売れ残ってるのは若干見かけるかもしれない。あとツナシも、あーでもツナシも若干わかるかもしれない。イオリとユキはマジで売れてるよ。何かとメンタル育成ゲームという。本当に言い過ぎ。逆にそれでハードル上がりすぎてさ。え、こんなもんかっていうめんどくさいやつが現れてるかもしれないよ。3期エンディングに発狂。それについていけないアニメ勢。キャラを本名で呼ばない。本当にそろそろファントナイトっていうのは本当に迷惑になってくるんじゃないかと思って。いや変に力んじゃって歌えなくなったらどうすんの。つむぎちゃんは好きだけど花巻すみれは嫌い。もうだってつむぎちゃんと花巻すみれはもうやったから別物と言いますから、もうすみれさんが嫌いなのは当然じゃない。当然っていうかもうなんだ。なんだあのアバズレ。ちょっと取り乱しました、すみません。思いしんどいって言う割に元気。特殊エンディングでビューティー散らかす。二人組で片方しか歌わないとかさ、急に歌がなくなるとかさ、ちょっとびっくりするから、急に歌なくなったらもう死ぬのかなって思うよ。夏目なんて読めない。え、でも夏目って結構アニメのキャラクターで言うべ。なんかブラザーズコンフリクトとかも伝わねえわ。声優の推しが決まる。うん、でも他のアニメだったら結構これだけどね。アイナラは結構これ以上にキャラの魅力が来る感じがありますよね。で昔俺さ、ナギが好きな人は全員どうせエグステクが好きなだけでしょみたいなことつぶやいたらめっちゃ怒られたから、ね、この発言はみんな絶対気をつけて、多分俺しか言わないと思うけど、こんな無理なこと言うの。まだズール嫌いにならない。アイナラの絶対的受けは天。酔いつぶれた大阪総合大好き。だからその酔いつぶれた大阪総合のイラストが見れる、それがまとまってるタグを送信作ってください。ピクシブの話ね。急に大神万里からの大量の情報提供に混乱状態になる。で本当に一気に出してくる。あ、終わった。僕の画面を見てもらえば気づくと思うんですけど、ちょっと地獄みたいな動画を撮ったので、ちょっとその疲れからもしかしたら動画がスムーズに撮れないかもしれないと思ったんですけど、なかなかいい感じに動画を撮ることができましたよ。はい、どうだったかな。スムーズにいきすぎてなんか面白かったかなと思ったんだけど。
けども、なんか面白いとこあった今日の動画。アイナナ3期まだまだ続きますし、ちゃんと5部も始まりますので、皆さんね、僕の動画を見て一緒に価値観を共有することによって楽しんでいこうじゃないのっていう感じで、ちょっと意味わかんないからやめよう。はい、アイナナ好きな人ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントしてください。世界でも上映ます。誰が読んだらラジオ7公式グッズでサチバチです。概要欄がチェックもういいや。